繰り返し改善しながらプロンプトを調整していくと文法とかスペルのチェックができるとこういった形でビジネスメールを作成することができますはい皆さんこんにちは AI 部長ネットです本日は海外の一流研究者が教えるプロンプトエンジニアリングの応用例について紹介していきます前回の動画でスタンフォード大学の教授であるアンドリュー先生とオープン AI のフルホード氏が開講しているこちらのプロンプトエンジニアリングに関する講義を解説したんですけども想像していたよりもえかなり反響がありました で、コメントもですね、皆さんたくさんしていただいて、本当にありがとうございます。で、めちゃくちゃですね、動画を作る励みになってるので、ま、ぜひ今後もコメントしてもらえると嬉しいです。はい。で、続編ということで、前回はプロンプトのガイダンスというところで、プロンプトを作成する際の大原則などについて紹介させてもらったんですけども、今回は、じゃあ実際ビジネスの中では、チャット GPT ってどうやって使えるのかという応用例などについて、私が重要だなと思う点に絞って解説していきたいと思います。で、チャット GPT ってビジネスでどうやって使えるんだろうとか、 良いプロンプトを作るコツなどを知りたい方はぜひ見ていってもらえればと思います、えー、それでは早速やっていきましょうはい早速講義の内容なんですけれども最初にプロンプトを開発する際の心得というものが紹介されています皆さんプロンプトを作る時ってどうやって考えて作ってますかでよくですねネットの記事とかでまあ、30個の完璧なプロンプトとかって紹介されてたりしてですねなんかそういうのを覚えておけばまあ大丈夫かなという風うに思ったりする人ももしかしたらいるかもしれません ただ、プロンプトっていうのは、そういう完璧なプロンプトを覚えて、それを入力して一発で終わりですというものではないということが強調されていました。で、プロンプト開発っていうのは、AI のモデルを開発するときと同じであるというふうに言われていますえ。どういうことかというと、AI のモデルを開発するときも、最初にそのモデルを使って、まあ何か行いたいなというアイデアがあります。で、それをプログラムで実装した後に、何かしらの結果を得て、 その結果に対して何が足りないんだろうと分析して改善を回すという必要がありますで、プロンプトの開発も同じでこのような過程を何度も繰り返し行うという重要性が強調されていましたでもうちょっとわかりやすく例を出して説明すると例えば何かの商品を宣伝したくてチャット GPT を使ってその商品の説明文を考えてという風うに入力したとします そうすると、こういった形で、生成された文章が長いなとか、強調するポイントがちょっと違うなとか、出力形式が扱いづらいなとか、いろんな改善点が出てくることがあるかと思います。で、このような出力結果に対して、例えば長いのであれば、何文字以内でとか、強調するポイントが違うのであれば、どのような点を中心に説明してほしいかを明記したりとか、出力結果が扱いづらいのであれば、例えば HTML 形式で出力させるとか、それぞれ具体的な指示を追加します。 で、そうすると最終的な結果として、この右側のように望ましい出力結果を得ることができますと。で、こういった感じで、一回のプロンプトで右側の回答を生成しようとするんじゃなくて、繰り返し改善しながらプロンプトを調整していくという、この開発プロセスを持つ意識が大事であるということでした。 はい、次にチャット g p t を使ったビジネスの応用例になっていきます。で皆さんの中でチャット g p t を、まあ、業務で調べ物以外で使ってる人とかいたりするんでしょうかぜひどうやって使ってるのかなっていうのを教えてほしいんですけども講義の中でも、まあ、いろんな応用例が紹介されていました。で一つとしては例えば e コマースのサイトを運営していたとして大量のレビューがあってここからお客さんの声を把握したいというケースを考えてます。でこの時一つ一つですね読んで確認するって考えると結構大変だなっていうふうに思います。 で、プログラム使うと、この繰り返し処理っていうのは簡単に行えるので、一個一個チャット g p t に入れて、文章を要約させるということをやっていましたで。これもすごい便利な使い方かなというふうに思います。で、他にも例えば、経営層に見せるための要約とか、開発部門に見せるための要約とか、単純に要約を行うんじゃなくて、その要約を見る人によって、要約の仕方を変えるという方法が紹介されていました。 確かに職種によって知りたい情報って変わってくるかなと思うので人によって予約の方法を変えるというのはチャット GPT ならではの良いアイデアに思いますで次に文章から感情を抽出するということで例えばレビューがポジティブかネガティブかというのを判定させることができますでこれができると例えばネガティブなレビューだと緊急性が高いので、まあ、なるべく早く対応するとかそういうことが簡単にできるようになります チャット GPT がすごすぎてこれぐらいできても驚かないという感覚になっている人ももしかしたらいるかもしれないんですけどもこれがですね AI の学習なしでできるっていうのは本当にすごいことで今までですねこういうレビューを AI で判定させようとすると皆さんどうやってやってたと思いますか AI のモデルを開発してる人は知ってると思うんですけどもこれまではですね人が一個一個その文章を読んでこれはポジティブな文章これはネガティブな文章というラベルをつけていました で、このラベル付けしたデータを AI のモデルに入れて、まあ、何十時間も学習させるということで、やっとその文章がネガティブかポジティブかというのを判定することができてたわけですね。で、このデータも当然10とか20とかじゃなくて、1000とか1万とかですね、精度を上げるには必要になってくるので、非常にこのデータを用意するのにめちゃくちゃコストがかかってました。で、ChatGPT を使うと、もうそのようなことを行わなくても、簡単に感情を判定させることができるということです。 でその他の活用例としては、文章のトピック分類ということが挙げられていました。これは、文章を入力したときに、その文章がどのトピックなのかっていうのを判定することができるというわけです。こうすると、自分が読みたいトピックの記事だけ自動で抽出することができるので、短時間で知りたい情報を知れると、そういった活用方法になっています。はい、次に、文章の構成ということで、チャット g p t を使うと、テキストの文法とかスペルのチェックができるということが紹介されていました。 例えば、この上のように英語の文章があった時に、チャット GPT に文章を構成してと指示すると、この下のように文法とかスペルが間違っている箇所が瞬時にわかるということです。これも例えば、ビジネスのメールを作成するときとか、論文を書くときとか、英語の学習をするときとかも、こういうことができると、かなり便利かなと思います。 はい、最後に、メールの作成にも使えるということで、皆さんビジネスメールの作成って結構時間かかりませんかなんか最初にお世話になってますとか、つける慣習とか、要件をいかにですね、相手に不快に思われないように伝えるとか、友達に LINE を送る感覚とはちょっと違いますよね。で、こういうのもチャット g p t を使うことで簡単に行うことができます。はい、例えば、このように話し言葉で商品が届かない、えー、納期を守ってくれという文章をビジネスメールに変換してくださいという風にお願いしてみます。 はい、そうすると、こういった形でビジネスメールを作成することができます。で、指示文としては、まあ、納期を守ってくれというところなんですけども、えー、商品の到着が遅れることで、我々のビジネス活動に一部影響が出ておりますと。ですので、記者からの迅速な対応を何しつお願い申し上げますということで、かなりフォーマルな表現になっているかなと思います。で、若干文章が硬すぎるなというふうな気もしなくもないんですけども、こういうことができると、めちゃくちゃ仕事が早くなりそうだなっていうふうに思います。 で、他にも講義の中では簡易的なチャットボットの作り方なども紹介されていました。はい、これで講義の大部分をカバーできたかなというふうに思うんですけれども、もっと詳しく知りたいという方は、本当に素晴らしい講義だと思いますので、ぜひ自分でも受けてもらえればと思います。はい、以上で本日の紹介を終わりたいと思います。えー、この動画が良かったなというふうに思う人は、えー、高評価、コメント、チャンネル登録の方よろしくお願いします。えー、それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。この開発プロセスを という、この開発プロ,発プロセスでこの時一つ一つですね、読んで確認するって考えると、まあ結構大変だな、まあ、めちゃくちゃコストがかかってたと。文法とかですね、スピル。